リッチモンド系ターナー。リッチモンドケリー。テリブルターナーは、アメリカ海軍の軍人、最終階級は大将、第二次世界大戦においては、ソロモン諸島の戦いから、沖縄戦に至る、主だった上陸作戦の指揮を取った。リッチモンドケリーターナーは1885年5月27日、オレゴン州ポートランドに、シイノックターナー、母、 ローラ・フランシス・ターナーの8人兄弟の7番目の子として生まれる。リッチモンドの名はリッチモンド公爵に由来する。ターナーの父兄はイングランド系アメリカ人でアメリカ独立戦争よりも前にメリーランド植民地に住み着いて農業を営んでいったがアメリカ合衆国の領土が拡大するにつれて西へ、西へと移っていった。イーノックは ゴールドラッシュに湧くカリフォルニア州ストックトンで商店を営んでいたジョン・ターナーの9番目の子であり、長じてポートランドで週刊誌を発行していた兄、トーマスの下に移った。母系のケリー家はアイルランド系アメリカ人由来で、こちらもアメリカ独立戦争より前にペンシルベニアに移住していたが、やがて西部に移り住んだ。また、ケリー家はフィランソロピストとして学校や教会に、 幾度となく寄付を行った。一家はやがてストックトンに戻り、イーノックはここでも週刊誌を発行した。ターナーもまた、一時期サンターナーに住んでいた時期を除いて、ストックトンで幼年期を過ごし、1904年にストックトンハイスクールを卒業した。ターナーの学業成績は良く、カリフォルニア州選出の下院議員、ジェームズ・キャリオン・イーダムからの推薦を得て、1904年に、 海軍兵学校に入学する。この時同時に入学した者の,の中には、マーク・ミッチャーやトーマス・シーキン・ケイドラがおり、卒業年時からアナポリス1908年組と呼称された世代である。しかし、ミッチャーは2年目の秋、クラスのグループ同士で発生した喧嘩で死亡者が出た事件に巻き込まれ、また日頃の素行や成績も良くなかったこともあって、退学処分となり、 一旦アナポリスから去っていった。ターナーのアナポリスでの成績も比較的よく1年目の総合成績は297名中14位で1908年6月5日の卒業時には201名中5位にまで上昇していた。ちなみに近畿以の卒業成績は201名中136位だった。卒業後、上位候補生となったターナーは グレート・ホワイト・フリートの世界一周に途中から参加。また、防護巡洋艦、ミルウォーキー、駆逐艦、プレブル、総合巡洋艦、ウェストバージニアに乗り組む。2年後の1910年に上位に任官し、8月3日には、ストックトンで、ハリエット・ハーティ・ー・スターリングと結婚した。1913年に注意に進級すると、駆逐艦、スチュワートの艦長任務に従事する。 その後、法官、で勤務し、法術に関する訓練やサントドミンゴ派遣などを経験。続いて1916年から1919 19年にかけて、戦艦、ペンシルベニア、ミシュアン及びミシシッピで法術士官として上官する。1919年から1922年までの間、少佐に進級していたターナーは、ワシントン海軍交渉に転任。その後は、 戦艦、カリフォルニア法術長、駆逐艦、艦長を務める。1925年には中佐に昇進して、海軍賞勤務となる。平坦局時代、ターナーは、アメリカ海軍航空隊を作ったウィリアム・エイ・モフェット、少将、アナポリス1890組の勧めで、ペンサコーラの海軍飛行学校で、パイロットとしての訓練を受け、1927年に、 海軍パイロットの免許を取得。水上規模艦、艦長を経て、翌1928年にはの水上機部隊指揮官を務める。アジア艦隊時代には、フィリピン各地の写真偵察を行い、仮想的国日本が進行してきた場合の参考資料を揃えた。1929年には、計画課長。1932年から1934年までは、空母。 サラトが副長を務め、航空分野にも深く関わる。1935年から1938年の間は平坦部門を受講し、受講後は戦略部門の教官に就任した。海軍大学校でのターナーは、航空の重要性を解き、後にターナーの予想が的中するが、この時点では賛同者は少数派だった。海軍大学校時代に大佐に昇進したターナーは、 将官への昇進のために大型艦艦長のポストを望み、その結果、従順洋艦、アストリア艦長を務める。アストリアは、1939年2月26日に死去した日本の斉藤博士中米大使の遺骨の霊装を行った。この際、ターナーは日本政府から軍三島随法書を授与されている。1940年10月、ターナーは、 海軍作戦部長、ハロルド・スターク大将、アナポリス1903年組の下で、戦争計画部長を務める。1940年2月には少将に進級し、陸海軍合同会議メンバーにも選ばれた。戦争計画部長在職中のターナーは、スタークや作戦部次長少将、アナポリス1905年組らと共に、海軍作戦部を切り盛りしていたが、ターナーは、 次第に絶大な権力を持ち、上官であるはずのスタークやインガソルをも顎で使うようになり、スタークやインガソルはターナーが出した案をそのまま丸呑みにするようになる。そういった最中に真珠湾攻撃が起き、アメリカは大戦に突入してゆく。ヘンリース・スティムソン陸軍長官から議会に提出されていたクラウゼン報告など真珠湾攻撃に関する。 様々な報告を総合すれば、当時ミリタリーインテリジェンスの海軍部門の筆頭だったオドア・エス・ウィルキンソン大佐アナポリス1909年組は、名目上はスタークに報告したことになっていたが、実際には前日のようにターナーが事実上仕切っていたため、スタークへの報告の返答はターナーによって行われていた。これらの報告の中には、 パープル暗号などの解析による情報も含まれていたが、ターナーはこれを独断で握りつぶし、増援を派遣しない決定を下した。真珠湾攻撃当時の合衆国艦隊験、太平洋艦隊司令長官だった、ハズバンドキンメル大将、アナポリス1904年組は、もし情報が届けられていたなら高い、レベルの形態性を維持できただろう。と戦争終結後に改装した。 真珠湾攻撃研究を行っていたメリーランド大学カレッジパーク校の歴史学教授だったゴードン・ウィリアム・プランゲ博士はその著作パール・ハーバーザ・バーディクト・オブ・ヒストリーで歴史の評価や金メルの心情を考慮した上で次のように評したターナーはこの件で後に陳治を引き起こす口述真珠湾攻撃後ターナーは1942年6月まで 合衆国艦隊の参謀副長となった。合衆国艦隊司令長官は、キンメル悲鳴を受けて、アーネスト・キング大将、アナポリス1901年組が就任していた。合衆国艦隊参謀副長のターナーは、将来の作戦を見据えて、エスピリクサントなどへ、全身基地を設置することを進言し、これらの基地は、後の作戦で、大いに活用されることになる。ミッドウェイ海戦で、 日本艦隊が敗北したことを受け、キングは南太平洋方面での攻勢をかけることとなる。日本軍が機としていた FS 作戦はミッドウェイでの敗戦で一頓挫したが、依然脅威であることには変わりはなかった。キングは南太平洋方面部隊を編成して、指揮をロバート・エル・コウムレー中将アナポリス1906年組に委ねて対処した。そして、 南太平洋方面で展開される上陸船の指揮官としてターナーが起用されることになった。ターナーはガダルカナル島への上陸部隊を引き、8月7日朝に上陸作戦を行って、早々に日本軍が建設していた飛行場を抑えた。最終的には日本軍が転身して終わるガダルカナル島の戦いの幕開けだった。ところが空中援護を担当していた。 フランク・ J ・フレッチャー中将、アナポリス1906年組率いる空母任務軍が日本軍の反撃を警戒して後退していった。そもそも上陸前に行われたサラトガでの会談でフレッチャーはターナーに対し援護は48時間と告げ、ターナーがこれに対して48時間ではすべての部隊や物資を揚陸させるのは難しい反論していた。上陸翌日の8月8日、 潜水艦や偵察機が三河軍一中将を率いる重巡洋艦鳥海以下の日本艦隊を発見し、その情報はターナーのもとに届けられたが、ターナーはこれらの情報を重要視しなかった。それでも警戒だけはすることとなり、またフレッチャーの空母任務軍が交代したことを受け、ターナーは護衛と火力支援を行う水上部隊を指揮する。 オーストラリア海軍の少々と会談を行うため、クラッチレイの機関だった、従順洋艦、オーストラリアに移乗し、前線から、ルンガ岬方向に下がっていった。三河の艦隊はその感撃をついて、奇襲を行い、大戦果を上げた、第一次ソロモン海戦。敗戦は公表されず、ターナーも、特にとがめも受けなかった。ガダルカナルの攻防戦が続く中、 キングと太平洋艦隊司令長官チェスターに3つ、大将、アナポリス1905年組の目には、ゴームレーの指揮はさえないものと判断され、ゴームレーは、結果的に更迭される。ターナーは当初、ゴームレーの公認候補に上がったが、性格などの問題により却下され、後述、ウィリアム・ハルゼー中将、アナポリス1904年組の当番取った。ターナーは引き続き、 ソロモン方面の上陸部隊の指揮を取り続けたが、その人はニュージョージア島の戦いを目前にした1943年7月15日に終わることとなり、後任には戦争計画部長時代の同僚だったウィルキンソンがついた。ターナーはレイモンド・スプルーアンス中将アナポリス1907年組の要請により中部太平洋方面に転じた。激闘のソロモン戦線とは、 打って変わって、1943年中旬頃までの中部太平洋方面はあまり大きな戦いもなかったが、この方面を担当する第五艦隊が編成されて、エセックス級航空母艦などの新鋭艦も第五艦隊にずつ回れ、有数の大艦隊となっていた。第五艦隊司令長官に就任したスプルアンスではあったが、上陸部隊の指揮官の選考に悩んでいた。 そこで目をつけたのが、チキであり、海軍大学校の同僚だった、ターナーだった。スプルーアンスは、無理を承知で、二密に、ターナーの昇兵を要請したところ承認され、また、キングとハルゼーの了解も得られたので、ターナー中部太平洋に転じることとなったのである。スプルーアンスはまた、ターナーの下での海兵隊指揮官に、ホーランド・ M ・マット、 スミス海兵少将を要望して承認された。テリブル、恐ろしい、ターナーと、マット、狂人、スミスの組み合わせは、この時完成した。ターナーは、以後、1943年から1944年には、ガルバニック作戦、クエゼリンの戦い、マリアナパラオ諸島の戦いで上陸戦の総指揮を取り、1945年も、イオウ島の戦いと沖縄戦を指揮した。 フィリピンの戦いのみは、ダグラス・マッカーサー陸軍大将と、近畿度の第七艦隊に部隊を預けていたため指揮を取っていない。上陸戦自体も、決して順調とは言えなかった。ガルバニック作戦中のマキンの戦いでは、陸軍第27不評手団のレベルの低さから戦闘に、時間がかかり、スミスと共に、これを批判した。続くクエゼリンの戦いでは、当初は、 スプルーアンス、スミスと共に攻略に反対したが、ニミッツが鋼鉄カードをちらつかせたため黙らざるを得なかった。伊王島の戦いの直前には一時代帳を崩して周囲を心配させた。ターナーは1945年5月の第5艦隊と第3艦隊の交代時に戦線を去り、日本本土上陸のダウンホール作戦でも指揮を取っただろうが、これは 日本の降伏により実現しなかった。沖縄戦がターナー最後の戦闘となった。第二次世界大戦が終わると、1945年5月に大将に昇進していたターナーは議長を務め、また国連軍事委員会のアメリカ海軍代表となり、第一回の国連総会にも出席した。ターナーは1947年7月に退役し、 1961年2月12日にカリフォルニア州モントレイで死去した75歳ボーターナーはカリフォルニア州サンブルーノのでニミッツスプルーアンスチャールズ・エイ・ロックウッドアナポリス1912年組といった共に太平洋戦線で戦った召喚妻のハリエットと共に眠っているターナーの人物像のうちテリブルと あだなされるほどの強烈な性格及び個性と、アルコール依存症とも言うべき酒好きの二つの面は、時には大きなトラブルになる原因にもなった。アナポリスでの学業成績の良かったターナーではあるが、素行面のみ取り上げると111位を記録したことも、あった。ターナーが乗り組んでいた時のカリフォルニア艦長だったリシュース・ボストイック少将、アナポリス1890年組によれば、 極めて強い性格、精力な仕事ぶり、職務遂行能力は抜群という評価を与えたものの、協調性、我慢強さ、受けた教育、従順さを問題点とした。大将、アナポリス1887年組も自分の参謀として使えていた時期のターナーについて有能であるとしながらも、自己の意見に強く固執し、時に他の士官の意見に、 我慢できない態度を示す。良き部下になるにはあまりにも能力がありすぎるとも評価した。ターナーが行った頃のアジア艦隊司令長官だった。大将アナポリス1887年組、建物のマッカーサーともうまくやっていけた、この提督のターナー票も我慢強さと自己抑制の2点で平均点しか与えなかった。昇進して人を扱う立場になると、 ターナーの強烈な性格及び個性が、ますます強調されるようになる。海軍大学校時代のターナーに絞られたものは、ターナーの下での一年間は最も苦しい一年間だと、し、別のものは、口が、厳しく、全く、ユーモアというものがないと回想する。戦争計画部長在職中も変わらず、威圧的、パットンのようだったなどという回想が続出。ソロモン戦線に出動すれば、 ガダルカナル攻防戦に関して、アレクサンダー・バンデグリフト、海兵少々以下海兵隊の面々と火花を散らし、戦略への影響が懸念されて、ゴームレーの公認になれなかった。スプルアンスに壊れて、第五艦隊に転じれば、同じく、スプルアンスの手引きで爆料に加わった、狂人スミスと一部の例外を除けば、常に角を突き合わせ、最後の顔合わせとなった。 妖刀の戦いの時ですら、歩み寄る気配は、妄頭感じられなかった。テリブルと、狂人の睨み合いにはスプルーアンスも頭を悩ませたが、これといった対策を打ち出すことはできなかった。強烈な性格は、ついに、ニミッツをも怒らせる結果となり、ニミッツがターナーを殴り飛ばして、ターナーもこれに応じようとした時に、スプルーアンスが間に入って仲裁することすらあった。 ターナーの強烈な性格は、諸刃の剣であり、自分で何でもやらないと気が済まない点が周囲との摩擦をたびたび招いたものの、良い面だけで言えば、強烈な性格が勝利への原動力の一つとなったともいえ、ターナーの存在が欠ければ、戦いが非常に困難になるとさえ考えられた。経営学者の谷幸太郎は、キングが異常な女好き。 ターナーが口実の酒好きであるという点を除けば、ターナーとキングは似ている点が多いとしている。ターナーの酒好きについては、遅くとも、サラトガ副長時代には認知されていたが、海軍大学校時代にはボロを見せていなかった。ひどくなったのは、ガダルカナル戦の頃からで、あらゆる戦闘計画を長時間にわたってチェックし、かつ平静さを保つのに、酒の力が必要になっていった。 ターナー自身、常に疲れ切っていたと回想していたが、実際、前述の妖刀の戦い前のターナーはまさに病人で背中に痛みを覚えて、体の抵抗力は弱まっており、肺炎の危険性すらあった。叫びたりの度合いはエスカレートし、これは叫びたりによる集体をしばしばさらすことも意味していた。テニアンの戦い後の国旗形容式や、 沖縄戦から離れて、ニミッツやスプルーアンスと会食した時は、出来上がった状態で現れる始末だった。叫びたりによる集体の極めつけは戦争終結後に起こった。1945年9月2日の降伏文書、超印式の後、式典に出席していたターナーは、ニミッツが上官していたため臨時の太平洋艦隊の機関になってい戦艦、サウスダコタの士官室で、 出来上がった状態になっていた。そこにやってきた太平洋艦隊主任参謀、エドウィン・レートン大佐、アナポリス1924年組前述の真珠湾攻撃の苦難の話を切り出したところ間に触ったのか、ターナーはいきなりレートンの首を締め上げにかかった。居合わせたサウスダコタ艦長が間に入らなかったら、ターナーはその気が本当にあったとしてレートンを締め殺すところだった。 退役後も酒が手放せなかったが、重度の酒びたりかつ心身を相当にすり減らしていた。ものの、ミッチャーや、ジョン・エス・マケインシニア、アナポリス1906年組のように、戦争終結から間を置かずして休止するようなことも、なく、75歳まで生きたのもまた事実である。谷光は、その理由を長生きした者や眼見な体を持つ者が、多かった、ターナーの不景に求めている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。